も、明日よ喧嘩、まめこと、みょうじゅんでーす。ということで、またね、お久しぶりに、おねえ実況、やるのよもう、みょうちゃんにみろみろな皆さん、イケメンたち、おなおりも。ということで、じゃあ、今回は、ボンバーマンね。あんたの頭がボンバーマン。あんたよ。何をいたくないんだよ。ボンバーマンで、メロンちゃんとマミコで対決していきたいと思います。行くよ。行くよ。ということで、マミコが白いやつで。こっちゴリラみたいに、ちゃんとゴリラ。ゴリラが、ゴリラが、メロンちゃん。違うわよ。行くわよ。あんたでしょ。お久しぶりね、これ。ほんと、ほんと。ドキドキしちゃう。ドキドキが止まらない。2000% ね。初めから火力ちょっと強くない？強いかね、ちょっと自爆しそうなんだけど、これ。私も危ないんだけど、怖い。怖いわ。メロンちゃんの方に、どん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 侵入していくわよ。いや、やめて。か弱いんだから、地味ないで、メロンちゃん。どこだよ、ゴリラじゃん。自分で言ってたじゃない。あんたが通ったんだよ、ゴリラ。やばい、ちょっと自分で火力のやつ取りすぎて、あーちょっと怖いじゃん。怖い怖い、私も怖い。なんかメロちゃんの方に行きたいんだけど、なあやめた。危ない。いやーこっち来ない。怖いんだけど、ちょっと私もいっぱい…あ、しまったしまった、めっちゃすごかった。なんやってんのよ。ごめんなさい、調子に乗りついたわ。いやー、いいわね、私が勝つんだから。それにいつもあんたが勝てたわね、これ。ちょっと、お姉さんのテニス以来だから。そうよ、吸い戻るわ。そうね、なかなかこれを保つの難しいわね。そうね。いやー、もう、くめー。メロちゃんか弱いから。か弱いのは私。メロちゃんはゴリラだから。え、待って、ちょっと。自爆。自爆。自爆してやっちゃう。いやー。なんてことよ。なんてことかしら。あんた私が美しいからって嫉妬しないわよ。知ってるんでしょ、分かってるわ、分かってるわ。私の方が美しいから、あんたの方が嫉妬しないわ。何言ってんの、私の方が美しいんだよ。怖い。怖いわ、怖いわ。ドキドキの胸に、そうね。いや、初めからさ、3つのうんこが出せるのね。あ、そう、さっきやってみたけど、1個しか出なかったの。え？なんでか私こんなに、うんこいっぱい出るのかしら。あ、これいつからうんこになったの？どう見てもうんこでしょ、これ。あぶな。もう、あんたちょっと、出しすぎ。あんた、便秘してたの？すごいんだけど。そうなの。みず、便秘してたの？汚いわね、もう。そんなの。恐ろしいですよ。恐ろしいわ。やばいやばいやばい。やばい。もう、メロンちゃんの動き見てるだけで笑える。いやー自分のうんこで殺されてるわ。いやー大変ね。もう3-0じゃねえ。うふふ。私の運が強いね。そうね。あ、2つ出たわ。初めから2個のうんこが出せるのね。らしいわ、なるほど。やばい、私、4つもうんこが出るようになっちゃう。あんたのがピンピンしてたんじゃない？ごめんなさい、ちょっと、最近溜まってたよ。ダメよ、ダメじゃん。ピヨーニ。悪い。いや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 、あなた、何やってるの今。悪か。あ、そう、悪か。結構なんかひどいのよね。慣れないから、メロン
ちゃん。そうね、私も久しぶりに暑かったんだけど、あ、みんな懐かしいわ。ちょっとなんか一店舗後に出すから、そう、ちょっと怖いわよ。そうなの、ちょっと早くレトロフリックを買いたいわ。でも高いんですよ。そうね、3万ぐらいしたわ。いやでもマメコね、もうレトロゲームいっぱい持ってるからね。そうね、でもちょっと中がひどいとやっぱやりにくいんじゃねえ。だから多分それ買ったら中がなくなるのよ。なるほどね。そのマメコほんとファミコンのソフト異常に持ってるけど、売り出したら高値で買ってくれそうなぐらい古いのもあるから。ああ、よかった。初めて買った。初めて買った。勝ちました。負けた。いやー、ちょっと全勝したかったのに。残念、残念ってこと。とか言いながらミラちゃんすぐ負けるから。最近、実況撮るのが久しぶりだから、何喋ってるか分からない。珍しい。そうなんだよ、マメコ無口のおしとやかなさんだから。何言ってんのよ、あた噛んでんじゃないわ。バレた。よし、これダメにすぐ死に戻っちゃう。そう、難しい。怖い怖い怖い。メロンちゃんのプレイ見たから怖いんだけど。マメコ、マメコの方がヒヤヒヤするんだけどね。ハラハラするし。そうね、怖い。やめて。いやー、楽で死んじゃう。ということで、ご視聴ありがとうございました。